髪の毛はもちろん人毛なんですよね。5人全員自己死してるんですよ。体液です、人の。これはね、まあいわゆる幽霊がですね、たまに目が開いて喋りかけてくるんでって言って、何の家族かって言ったら、ヌエってわかります？顔に釘でしょ、で首で心臓。どうもどうも、オカルトコレクター、呪物コレクター田中俊之です。もともと兵庫県の神戸 で2年前から出てきたんで、東京生活3年目ですね。呪物っていうのは、人工的なものと自然なものがあるんですけど、超自然的パワー、人間が及ばないパワーを持ったとされる、それが宿ったものとされる物体です。それを集めてます。ここにあるものって全部好きなく呪われてるんですよ。だから曰くはそれぞれあるんで、タイコーナーですよ。タイはもう呪物大国なんで、まあ呪物コレクターやったら持ってないとっていうか、大体みんな持ってるっていうクマントーンっていう人形なんですよ。でこれは子供の位牌と呪術師が選んだ墓の土で、それを使って亡くなった子供の魂を入れて守り神にする、一緒に生活していくっていう。髪の毛は人毛ですね。これも形がいろいろあって、こういう形とかね、これ結構有名なクラシックの形なんですけど、これはちょっと大きいクマントーンで、タイでタープラチャン市場って言って呪物市場あるんですよ。でそこのあるお店で祀られてたやつで、これとかやばいですよ。どういうことなんっていう、5人いるじゃないですか、女の人。5人全員自己死してるんですよ。他人なんですよ全員。でこの5人全員を、有名な呪術師の人がいるんですけど、この人まあ亡くなったんですけど、この人がここ全部この5人の神とか位牌とか油とかを込めて全員閉じ込めてるんですよ、ここに。でこれ恋愛アップらしいですよ。メタルみたいなジャケットになってるよ。買えますけど、これはちょっとレアです。もう亡くなってるし、まあ値段的にも結構高め。プラクルアンって言うんですけどね、タイのお守りで、それの一種なんですけど、2万から5万ぐらいはすると思う。高いって言ってもそんな感じです。最初の呪物っていうのがあって、これなんですよ、このチャーミーっていう人形なんですけど、これは関西のある介護施設にいつからかあった人形で、すごい汚れてるんですけど、この可愛がったら確実に2、3日で死ぬっていう、で5人連続で死んだっていう人形なんですよ。階段やってたら譲ってくれる人とか、もう持っといてくださいっていう人形とかもいっぱいあったんですよ。でも大して興味がなかったんですよ。で持って集まってきたんですけど、ここの人形が来た時に明らかに部屋がおかしかって明転するんですよ。部屋の明かりがパパパパパってメール打とうとしたら、ずっとシリが立ち上がるんですよ。で仕事ができなくなって、この人形を袋にその時入れてたんですけど、もしかしてこれかなと思って、これを出した時に全部収まったんです、それが。でそういうのがあって、なんか物に何か宿るっていうのがあるんちゃうかなと思ったっていうのが呪物を集めるきっかけなんですよ。これはね、有名なうつろ舟っていう、江戸時代とかかな、もうちょっと前かな、まあ、全国に伝承あるんですけど、なんか UFO みたいなのあるじゃないですか。あれが海に流れてたんですよ。その近くになんか意味わからんやつがおって、言葉通じんくてみんな逃げるっていう、そういう事件みたいなのがあって、それの、まあ、こういう伝承がありましたよっていう。これはね、まあいわゆる幽霊画ですね。幽霊画なんですけど、ちょっと怖いじゃないですか。でも幽霊画って江戸とかになるんやと思うんですけど、魔除けの効果があって、まあ、化け物が家に入ってこんように、まあ、毒を持って毒を制すじゃないですけど、幽霊を置いとくっていうのは結構あって、こっちはちょっと謎の白虎の絵なんですけど、これは好きで置いてるんですよ。山梨とかに多いんですけど、丸石信仰って言って、ちょっと謎の信仰があるんですよ。丸石神様っていう、これ神様なんですけど、丸い石を信仰してるっていう、ちょっと謎の信仰がある。これも丸石神様。でこっちは
結構強烈で、牛の国参りってあるじゃないですか、呪いの。あれで京都で結構有名な神社があるんですよ。そこの奥の院で、奥の院の山の中で修行してた、なんか修行僧みたいな人がいて、そのおじいさんのとこにあったもんです、修行僧の。自分を祀ってるんですよね、これ。自分を神様として祀ってた、ちょっとやべえ。やべえやつって言ったらちょっとあれなんですけど。で、この人のところに、これザ・呪物って感じなんですけど、この人のところに収められてたもんがあって、これ確実に封印されてるんですよ。不動明王と道満星満って言って、あの陰陽師の御符を入れてるんですけど、ここにねバリでかい藁人形、こんなでかい藁人形僕見たことないですね。これ使用済みです。このおじいさんもう亡くなってるんですけど、有識者に聞いたんですけど、多分これは素人が作った藁人形じゃないんですよ。だから確実にそういった呪術師に頼んでるんだと思うんですよ。この手の編み方とかで、こう髪の毛を模してるとかで、中にまあなんか詰めてたりしてるんですけど、顔に釘でしょ、で首で心臓、腹で、最後にどでかい釘をねまた下に入れてるんですよ。でこれは多分女の人を呪ってる、まあ、この髪の毛とかから察するんですよ。でこの股の下っていうのは子供を産ませない呪いをかけてる。で多分これ呪いをかけて、それが成就したのかしなかったのか分かんないですけど、なんせ呪いがきつすぎたんやと思うんですよ。で修験道のさっきのおじいさんに頼んで奉納して封印してたんやと思うんですよ。これ結構強烈です。僕怪談とかそういう怖い話を集めてるんで、僕を知ってくれた方が、まあ、家に怖いなんか不幸になる人形があるとか物があるって言って送ってくれる場合が、その譲ってくれる場合がある、あとは噂を聞いて取りに行くっていう入手経路と、あとはヤフオク、メルカリ、イーベイ、ここは結構難しいんですよ。あの顔が見えないし、謎なものも多いんで、その経路と、一応世界中のものを集めてて、日本の呪術師とその世界の呪術師とその呪物コレクターとの入手経路ですね。それとのやり取りです。これはあのいわゆるアフリカの、アフリカからこう始まってキューバ、ハイチに行って信仰されるブードゥー教ってありますけど、ブードゥー教の元となったそのアフリカのフォン族っていうアフリカブードゥーがあるんですよ。それの呪物です。でこれは見た目ね結構怖い感じなんですけど、縄でこうぐるぐる巻きに巻いてて、いわゆるプロテクションなんですよ。この依り代があって、相談者が来て、呪術師がそうその相談を聞いて解決するっていう、でなんか守ってくれるっていうので、で一個一個願いが叶ったら鍵をしていくっていう、ボッチオっていう呪物です。これね、あの千原誠二さん YouTube やってて、で千原誠二さんのところにやばい人形あるから取りに来てくれってメールが来たんですよ。で嫌やからって言って、あの僕連れてってくれたんですよ。で受け取ったんですけど、もう綺麗な日本人形2体なんですけど、古美術の人が買ってオークションかなんかで買って、来た瞬間からもう嫌な気配がして、めっちゃやばいことが起きたんやと思うんですけど、嫌すぎて喋ってくれなかった。でとりあえず人形だけ回収しに行ったっていう日本人形ですね。遺灰は歌舞伎町に落ちてたんですよ。歌舞伎町に道路にベージュのボックスみたいなのないですか、なんかボックスの上に半年間乗ってたんですよ、あの遺灰が。知り合いの歌舞伎町に怪談バースリラーナイトっていうところがあって、この怪談師で村上ロックっていうのがいるんですけど、村上ロックさんがずっと見てたんですよ、遺灰を。で半年間ずっとあるから、僕に連絡があって、遺灰がずっとあるからどうするって言われて、じゃあもらいますって言って取ってきたんですけど、なんか後々調べると、知り合いの吉田裕樹さんって方が、その怪談師の方が調べてくれたんですけど、どうやらその数年前の工事、歌舞伎町の道路工事の時に
なんか位牌が出てきたらしいんですよね。それでその工事中に出てきた位牌を多分どうすればいいのかわからんくて、そのまま放置してたと思うんですよ。それを拾ってきて、ちゃんと警察に一回行ってから僕のところに来てるんで大丈夫です。東北の民間信仰、おしら様っていう信仰があって、それのおしら様です。おしら様っていうのは家族が代々受け継いで守っていくものですよ。だから人にこう譲るもんではないんですけど、やっぱ近年民間信仰的なものって全部なくなっていってるんで、もう祭り上げる人がいないんで、行くところっていうのは博物館かお寺かっていうので、どうせやったら祀ってほしいっていう人から譲り受けたものですね。譲り受けるって言っても神様なんですよ。岩手なんですけど、岩手のその人の家からこの田中んちの東京に来るっていうのを、いわゆるそういう力がある人に頼んで聞かないとダメなんですよ。だこの神様に聞いて東京に引っ越ししてええかっていうのを聞いて OK が出たんですよ。で持ち帰ってきました。怖いがたたりがあるんで、この神様の前では卵とか四つ足のもの肉を、食べてはいけない。それもし食べてしまうと口が曲がるっていう、本当に曲がったっていう話とかあるんで。でも僕そこキッチンなんですよ。だからこうやって食べたりします。こう見つからなければ大丈夫なんですよ。そういう禁忌はあるんです。関西の方なんですけど、戦前からやってた歯医者さんの家系があって、家がもう近代になってなくなったんですよ。誰も継ぐ者がいなくて、その権利を買った人が中に入って、夜中に入ったって言ってたかな。夜中に、まあ、仕事で入って貴重なものとか探してたけどなくて、なんかね、お金とかって、まあ、貴重なもんってタンスの裏とか、あと仏壇に隠されてるって言われて、で仏壇をねあったからガーって揺らしてたらしいんですよ。隠し引き出しみたいなのがバコンって開いて、このデスマスクがバーンって出てきたらしくて、一瞬うわってこう尻餅ついたらしいんですけど、でよく見てみると家がブワーッと飾ってて、一番古い大叔というか、その歯医者を作った人の顔だろう。でそれを僕の知り合いの古道具屋さんに持って行ったんですよ。で一応こうお店に出してたら欲しいっていう人がいて、で一回その人が譲り受けて持って帰ってるんですよ。じゃあ1週間もしないうちに帰ってきて返しますって言って、で持て余すんでって言うんですよ。で返しますって言って、それで持て余すって何やって言ったら、喋りかけてくるんですっていう話です。たまに目が開いて喋りかけてくるんでって言って返されたらしいです。でも目つぶってるじゃないですか。しかも石膏かな、なんで開くはずがないんですけど、そう言って返されたもんですよ。やっぱり歯医者を昔からやってた人の家にはデスマスクがあったって言われますね。でもお医者さんかな、病院の先生の人が見てくれたことがあったんですけど、これはデスマスクじゃなくて、そのまだちょっと生きてる時の表情だって言ってましたね。だからほんまに死んでやったんじゃなくて、死んだ瞬間かちょっと亡くなる前か、だから生きてるような表情やってずっと言ってました。インドネシアのスンバ島っていう島があるんですけど、そこのバトウ観音って言えばいいんかな、日本でいうところの馬が信仰がすごいあって、馬の頭を呪物にしてるんですけど、これは五穀豊穣とか豊かになるようにっていろいろこう書いてますね。なんかトカゲの絵だったり顔みたいなのがいいですね。呪術も使ってたんだろう。インドネシアは呪術盛んなんで、これチェーンソーマンやろっていうあれですけど、これはインドネシアの首狩り族が敵の首を狩った頭蓋骨です。やっぱり敵の首を飼って自分のものにして、それを守り神ってをする信仰があるんで、それに装飾をして祀るんですよね。で結構貝を使うんですよ。これアフリカでもそうなんですけど、なんか海からもたらされるものって力が宿るみたいなことがあって、でそういったもので装飾してる、なんか人工的に何ですか、立体的に見せてる。これいいですよ。これ何の家族かって言ったら、ヌエってわかります？妖怪なんですよ。古くは平安時代に天皇が
ヌエに襲われて、化け物退治で有名な源頼政に頼むんですよ。で、源頼政がヌエを退治したっていう伝説が京都にある。他各地に関西は多いんですよ。で、ヌエって実態がよくわかんないですけど、一説では顔が猿やったかな、体が虎、尻尾が蛇で、足が、まあ、狸みたいな、まあ、キメラなんですよ。で、そういう悪い妖怪がいるっていうヌエっていうのがあるんですけど、この家族はそのヌエを信仰してた家族なんですよ。めっちゃやばくて、で、まあ、この人らはちょっと亡くなったというか、みんないなくなったんですけど、その家から祀ってたヌエの手が出てきたんですよ。これはすごいですよ。この人らの家にあったものですけど、ヌエの子供の手って書いてあるんですよ。こうなんですよ。これよく素手で行くんかいって言われますけど、まあ、なんか動物の手なんですけど、これはでも一応この人たちはヌエの手として祀ってる。これは聞いたことないですね。貴重なもんです。これでもね、怖い話があって、ヌエの手じゃないですけど、サルテっていう呪術があるんですよ。それは古くは多分奈良とかに伝わるもので、陰陽道とかの系統らしいんですけど、小猿をね、猿の子供を飼うんですよ。猿の子供を飼って懐くまでずっと飼いならせていくと、人に懐いた頃にその猿を家の一番大きい柱に猿の手を打ちつけるんですよ。で、動けなくするんですよ。で、こう猿がぶら下がりながら、それでご飯も与えず、だんだん衰弱していくんですよ。死ぬ寸前にひょーって鳴くらしいんですよ。で、その声が出たと同時に腕を切ろうとするんですよ。で、その腕を祀ると、一代やったがすごい栄えるって言うんですよ。でも、その後はなぜか没落するっていうやばい呪術が。で、猿の手っていうのがあるんですけど、そのヒョーっていう鳴くっていうのと、ヌエもヒョーって鳴くんですよ。そこで繋がってるから、もしかしたら猿手なんじゃないかなっていう話もあるんですよ。やばい呪術を使ってた可能性がある。これはね、ちょっと極悪なんですけど、妖怪でピーポンって言うんですよ。呪術師が飼って意気込めって言って、魂込めて呪物にするんですけど、これはその意気込めする前のものですね。ビジュアルが極悪ですよね、これ。髪の毛はもちろん人毛なんですよね。これもアフリカの呪物なんですけど、オラクルっていう呪物で、その村で例えばトラブルがあって盗みが出たってなったら、シャーマンに相談するんですよ。で、シャーマンがどっかからこれを持ってくるらしいんですよ。普段は誰も見れないらしくて、で、これどっかから持ってきて、オラクルっていうやつなんですけど、オラクルを持ってきて、で、オラクルに聞くらしいんですよ。盗んだやつは誰だみたいな。で、村人全員集めるんですけど、特徴的なこの長い手があるんですよ。これがお前だってこう刺すって言うんですよ。そう言って神様のご神託を受ける、メッセージを受けるものです、オラクルって。奥の板ね、昔あるところで流行り病があって、それに奉納したって裏に書いてるんですよ。で、なんとか助かったっていう曰くなんですけど、これかなり僕怪しいと思ってて、これはオークションで買ってるんですよ。で、曰くがおもろいなと思って、それで場所も結構特定されてたんで大丈夫かなと思って買ったんですけど、見たら、いや、これ中二病やんと思って、これ作られた呪物ちゃうかなって僕ちょっと思ってるんですよ。呪いの面ってよくありまして、これは知り合いの怪談説法してる三木大雲さんっていう方がおられるんですけど、三木大雲さんから預かったもの、ピー入れてほしいんですけど、これ三木さん曰くですよ。これ呪いの面としてお寺に来たんですが、これをかぶった芸能人が二人おるって言って、なんかの番組だと思うんですけど、それがっていうね、呪いの面です。もちろんミキさんがもうお払いも済ましてるんで、今はその呪いを封印されてる、収まってるっていうことです。
まあ、YouTube とかやったらめちゃくちゃいますからね、オカルト系。いや実感はねないんですよ。そのずっとやってるからかもしれないです。それは増えたなって思うんですよ、怪談やる方も。だからそれは実感してますね。やりたい人が増えて、その演者が増えてるんで。でもそれはすっごい僕はいいことだと思うんで、みんなやった方がいいって思ってますね。分母が増えればいいなと思ってるんで。これは僕がこの前シンガポールに行って、ずっと会いたかった呪物コレクターに会って、その方から譲ってもらったもので、まずこれは骨でできてるんですよ、人の。で事故死した女の人の幽霊が入ってるというものですけど、これは開けれるんですけど、中に遺骸と骨ですね。で女の人の幽霊が埋められてて、それがお前を守ってくれるぞっていう。でこれも大体事故死が病死なんですよ。若くして亡くなられた方の女性の霊が宿されてて、これはまだ契約済ませてないんですよ僕。ナムマンプライっていう体液です、人の油と体液ですね。事故死か病死した女性の霊で、これはお名前も分かってますね。で髪の毛とかもよく見たら入ってるんですけど、大阪のあのミッテラ会館っていう場所の69っていうバーがあるんですけど、そこで日本人形って怖いよねっていう話になって、スタッフでそれじゃあ日本人形買おうぜってメルカリで買ったんですよ。でメルカリで買って、で届いて、これキッス のジーン・シモンズのメイクにしようって言ってキッスにしたんですよ。じゃあそっから謎の腹痛、スタッフがみんなでこれをたたり、まあ、呪いみたいなたたりやって言って、で沈めようと思って、このキッスのヒット曲である I was made for loving you っていうダッダーダッダダーっていう曲があるんですけど、あれを3日2晩聴かし続けたんですよ。じゃあスーッと腹痛とその体調不良が収まったっていう。タイの呪物で事故死の女性の女性器のミイラっていうのがあるんですよ。女性器のミイラと胸のミイラセットがあるんですよ。それがねちょっと見つからないんですよ。すごい貴重なものなんですけど、どこかにはあるんで、ちょっと素材送ります見せれないかもしれないですけどね見た目普通の日本人形じゃないですか。でもこの経緯が怖くて、僕ももうあんまし触ってないんですよこれ。っていうのが九州から送られてきた人形で、なんか扱ってほしいって言われたのは、その人僕と同い年ぐらいで40前半だと思う。蔵を持ってたんです。150年ぐらい経つ。それでそこには入ったことがなかった。おじいちゃんかおばあちゃんのもので、2人が亡くなったからも蔵を潰すことになった。で業者に入ってもらって蔵を潰してたら、その業者がなんか変なもんがあるからって言うから、その蔵を見に行ったら、その蔵の針みたいなところから籠をこうカプセル状にしたものがブラーンと揺れてたみたいで、でそれを下ろして開けたら、この人形が人の髪の毛でぐるぐる巻きにされて置いてあったらしくて、自分たちも見当つかないんで気持ち悪いって言って僕のところに送られてきたんですよ。で預かってからね、その夢に出てくるんですよ人形が。で僕そういう体験ってほんまにないんですけど、この人形だけ夢に出てきて、でそっから体調がどんどん崩れて息ができなくなって、救急車で運ばれてほんまに死ぬ寸前だったんですよ。で病院のベッドでもずっと出てくるんですよ。でめちゃくちゃ怒ってて、コロナでもないし変な肺炎にかかって、まあ、なんとか助かりましたけど、なんかその後送られてきた人からなんかいろいろ分かったって聞いたら、なんかどうやらひいおじいちゃんが満州から持ってきた人形らしくて、で満州でいろいろ女性関係があったんだろうっていうことで、で何か託されて持って帰ってきて、でそのひいおじいちゃんも夢でずっとうなされるようになって、その後亡くなっていくっていう話聞いて、すごい怖い体験しましたね。今はないです。こっちは一応呪物部屋として、もう僕は異界って呼んでるんですけど、 あっちが一応人間が暮らす部屋なんですよ。ちょっと向こうも行きましょうか。
でね、僕がイベントとかで呪物持っていくことが多くなってるんですが、その時によく使うバッグがこれなんですよ。ウーバー呪物っていう、まあ、怒られるまでやろうかなと思ってます。これが一番運びやすいです。都内に見かけたら声かけてください、皆さん。一応こっちは生活する場所なんで、岡山になってきたんですけど、もうあの呪物が流れ込んできてるんですよ。だからちょっと引っ越し考えてますね。まさかの家主が出るっていう感じです。これはね、来た人を全員書いていってるんですよ。階段やる前、今でも並行してやってるんですけど、そのイラストを書いたりデザインしたりはしてたんですよ。今ほぼしてないですが、だから音楽とかも好きですし、アートとかも好きですね。集める癖があって、呪物もそうでして、タイのバーツコミックって言ってもう今ないんですけど、駅でキオスクみたいなところでバッと買って読んで捨てるみたいな、これがほぼホラー漫画なんですよ。これは好きで集めてますね。いや、まさかこういう感じが仕事になると思ってなかったです。きっかけとしては関西だったんですけど、関西で稲川淳二さんの怪談グランプリっていうバトルがあったんですよ。で、今は結構ね、出版社が企画したりとか個人でやられたりとか、いろんなバトルがあるんですけど、十何年前にもうそのバトルに出て、素人で出て、ほぼタレントさんだったんですよ。そこで優勝して、それがきっかけですね。だから僕、あのバトル上がりです。ヒップホップの人にあのもしかしたら失礼っていうのがあるかもしれないですけど、ちょっと似てるなっていうところあるんですよ。あの怪談バトルっていうのはあるし、ヒップホップもバトルの文化あるじゃないですか。で、サイファーもあるじゃないですか。怪談もサイファーがあるんですよ。パッと集まって怪談をその場でブワーッと喋り合うっていうの、なんかカルチャー的にちょっと似てるとこあるなっていうのは僕思ってて、だからヒップホップも好きですね。バトルとかもよく見ます。もうアフロディーテギャングやなって思ってますよ。バンドはずっとやってるんですよ。で、僕は暗いニューウェーブですやってるのは。それは本当にインディーズで、趣味で。あとはタイのピンっていうピンバンドとかも好きですね。これね、タイのエレキギターでピンなんですよ。全然上手くないですけど、これね、ちょっと面白い呪物なんですけど、ある家から大量にこう物をガサッと権利を買ってバッと持ってきた人がいて、その荷物をガッと積んでたんですよ。で、別の人が来てこう喋ってた時に、なんかうめき声がするってずっと言うんです。で、何言ってんねんって言うんですけど、なんかずっとうーっていう声がするけどって言って、なんかあっちからするでって言って、その持ってきた荷物の中からするって言って、いや、ちょっと気持ち悪いから帰るわって、その人帰って、何を言うてんねんやろうと思って、一応こうその荷物を漁っていって、そのうめき声がするって言ってた箇所に置いてたものなんですよ、これが。で、その人も中身確認してなかったんで気になって見たんですよね。で、これね、ほんま多分言えないんですけど、何枚あんねんっていうぐらいの、全部殺人事件の現場の死体写真、もう好きなく殺人事件です。全部殺された現場の遺体。これめっちゃいいですよ。これも映せないですよね。これは僕があの尊敬する上地先輩がいるんですけど、上地先輩からもらったメキシコの死体写真集です。こっちも呪物はあるんですけど、呪いというか守ってくれるものが多い。こことか座敷わらし人形で1年に5体しか譲り受けれなくて、行ったら6年待ちとかなんですよ。で、あとは怪談関係のオカルト関係の資料と、あとはヴィンテージの漫画と、で、結構好きなのが、あの僕麻雀できないですけど、古い麻雀の漫画が結構好きで見てるだけで楽しい。僕はね、僕の原体験っていうのはあの母親なんですよ。母親がその心霊系がものすごい好きで、で、僕が子供の時の記憶が、何歳ぐらい、保育園行くか行かんぐらいかもしれないですけど、
変な家に、薄暗い家に連れて行かれて、母親の背中とおばあちゃん、知らないおばあちゃんがなんか真剣な話をしてるっていう記憶があるんですよ。で、後々聞くとそれは霊能者の人で、子供だったんで連れて行かれてたのが記憶にあるのと。で、母親がずっとレンタルビデオ屋で稲川淳二さんの怪談とナイト・オブ・ザ・リビング・デッドだけを借りてくるっていう修行みたいなことをもう無意識的にやってたんで、それが原体験ですね。自然に好きになりました。ずっとイヤホンで聞いてましたよ、田舎純一さん。学校行く前に電車の中でとか、今でも聞いてます、あの iTunes で。田舎純一さん、田舎純一さん、なめだるま田舎純一さん、なめだるま田舎純一さん。どこに行っても呪物がある部屋にはしたいですね。だから本当はここぐらいまでは行きたいんですけど、なんで僕的には本当に僕が出て、この人間のものだけは生きていくには何かいるじゃないですか。それはもう場所に置いて全部呪物にしたいんですよ。ここはもう人間が住むところじゃなくならしたいんですよ。呪いだけにしたいんですよ。力がないんですけど、呪術師にはなりたいなと思ってるんですよ、どんな形でも。だからその修行は一応今年からやっていく、まだ言えないんですけど、だからいろんな儀式を受けてもっとディープになっていこうと思ってて、で僕はもう世界中が古代に帰ればいいと思ってるんで、古い時代の呪術が当たり前にあった世界、東南アジアとかであるところはあるんですけど、日本でもう病院とか行く前に呪術師のところに行くっていう、その昔に戻したいんですよ。そういう思いはずっとあります。一回リセットして、古代に戻したい。